こんにちは、デザインドリップです。今回は簡単に人の周りに文字を入れる方法を紹介します。はい、それでは始めていきます。あらかじめ切り抜いた画像を用意して調整などをしてスマートオブジェクトにしておきます。で、そちらのレイヤーを選択してコマンドを押してこちらのサムネイルをクリックして選択範囲を作ります。で、上の選択範囲の選択範囲を変更から拡張を選択します。で、今回は50ピクセルにするのでこちらで OK をします。そうするとこのように選択範囲が広がりました。さらに選択範囲の選択範囲を変更から滑らかにを選択します。で、こちらも50にするので OK をするとこのようにちょっとなだらかな選択範囲ができました。で、次はこちらの選択ツールを持って右クリックをして作業用パスを作成します。で、許容値は 1.0 で OK です。そうするとこのようにパスができました。で、次はテキストツールに持ち替えてこのような波のような形のアイコンが出たらクリックをしてあらかじめコピーしておいたテキストを流し込みます。そうするとこのようにあっという間に人物の周りに文字が入りました。では次は背景を作っていきたいと思います。パスのパネルに行って先ほど作ったパスを選択します。で、コマンドを押してクリックするとまた選択範囲ができるのでそのままの状態でレイヤーパネルに行き選択範囲のところから選択範囲を変更で、さらにまた拡張を押します。で、また50ピクセルで OK します。で、その状態で背景レイヤーを選択して Shift コマンド I を押して選択範囲を反転させます。で、それでコマンド J を押してこのように周りだけの切り抜かれたレイヤーを作成します。それからあらかじめこのように用意しておいた背景の画像を入れ込み適当な大きさで位置を決めたら先ほど切り抜いたレイヤーにオルトまたはオプションを使ってクリッピングします。あとは背景の画像をお好みの明るさなどに調整して完成です。この人物の周りにパスを書いてそれに、テキストを沿わせてもいいんですがあらかじめ切り抜いた画像を選択して選択範囲を広げることでより自然にそのオブジェクトに沿った形で文字を入れることができます。とっても簡単なのでぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。